こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、カルチョビットアを始めていきたいと思います。はい、今回は8位最下位のダイハード富士見戦ということで、まあ、前回佐世保、首位の佐世保ドックスにですね、フルメンバーで挑んで見事、勝利を3対1で勝利をいたしました。これで再び上昇気流に乗りたいところですね。で、今回はメンバーを落としまして、果たして良い成績を収められるかどうかを試してみたいと思います。はい、スターティングメンバーがご覧の通り。フォーメーション変化しつつ、そうだな、ユーナとエリカを出して、最後ハリウダの代わりで萌えをヒロタを代わりにして、節子を、ウイングに使って美穂を菊池の代わりに使うと。ただ広田を出したいな。まずは浦川を変えよう。どっちが疲れるだろうな。廣岡を出そう。キーパー変えなくていいんじゃないの。じゃあ浦川を夏木の代わりに、キーパーをなくして戦わせたいと思います。はい、ポピュラーでいきましょう。で、キーパー広岡にして、ですね、いや浦川かな。まあ、勝ちたいので、くるみをリザーブに置いときます。さあ、試合開始です。圧倒的ですね。58% あって、初めて見たわ、勝利で。勝利、トトの勝利で。本王とはいえ、これすごいな。しかも、すごい客集まってる。まあ、メンバーは落ちたけど、恥ずかしい試合は見せられないですね。まあ、できれば、くるみを投入せずに勝ちたいとこですが。やばいぞ。危ない。縦に。やられ、あーっと、いきなりからピンチ。まだピンチが続く。やばい、1対1、入られた。うっそー。
全然趣味が動けてないね。おっと、あっさり取られちゃった、ユーナ。さあ、ユーナが取った。ユーナ。弱い、シュートが。ちょっと足りないよね。てか、なんで7個がいないんだ。外に出しちゃいました。いいセンタリングが来てる。サツキを一旦引いて、さよさらに左へ。危ない。ここはうまく出しました。さあ、ゴールキックから立て直しだ。ユーコ、これはうまい。おっと、これはファールだ。さよに通った。さあ、どこにいるんだ。エリカだ。同点。盛り上がります。これはサヨナイス。そしてエリカもヘディングで決めました。見事です。抜けられますね。あ、やばい。おお。なんとしてもクリアしますね。ミオ、アヤカ、あやかが自分で持っていって、勝ち越し。さすがです。いつわかあやかが上がってきてまして、それでシュートを決めました。おっと、蹴った途端に。難しいですね。7個を開けますか。7個をサヨと変えましょう。なんとか勝ちたい。さあ、三角形で展開していって、さあ窓かだ。あーっと、うまく通らない。おっと、これノーホイッスル。無理やり出しちゃいましたね。これはいただけない。あっと、おー、正面助かりました。あやかから奈々子へ。7個すごいな、このユーナが、あー、でも右へ、それた。ヒロタを投入しましょう。誰、萌の代わりにヒロタを投入。ユーナも疲れてますね。だけど、ここへクルミを投入するわけにはいかない。さあ、ユーナ、ユーナ、疲れが目立つだけに。
しかしユーナが、そのユーナが取りました。おっと、ファールを、ファールを稼いだ。そう、7個が上げてますが、おっと、これはファールだ。イエローカード。イエローカードを相手から奪いました。さあ、また7個が、7個は直接、シュートが行ったが、これは決まらない。さつきまどかが疲れてんのか。どっちがいいんだろう。サチコと購入か、交代かな。エリカとユーナを入れ替えましょう。さあ、奈良子から、うまい。これはうまいです。セツコ。ボールを取りに行きまして、ミオに。これもファールだ。いいですね。ファールをどんどん奪ってます。あーっと、これはちょっと安直すぎる。逆にピンチになるぞ。必死に戻るが、おっと、これファールだ。あーっと、あやかにイエローがついちゃったよ。これは届かないですね。あーっと、マクレーンとオフサイドです。すごいな、もうパワープレイに出てる味方が。さあ、そういうのは隙が出るってことですが、運動量も多いでしょうかね、相手の。節子が付きまとうが、おっと、これはちょっと気をつけないとと思ったが、外へ出ました。さあ、残り時間ほとんどありません。3分ですね、アディショナルタイムが。結構多い。さあ、ミオにパスした。さあ、最後のチャンスか？あーっと、これは、ここで試合終了。勝ち、勝利です。さあ、先制を奪われました。これがね、うまくバックしたと思ったらマクレーンが抜けられて1対1になってゴールを。まあ、これはポストに救われたんですが、マクレーンが抜けられてこれで先取点奪われます。リキバルが直接シュート。ちょっと勢いなかったかな。というな、持っていくんですが、やっぱりまだ体力不足は否めない。さよ、これがうまい、エリカ。ユーナよりエリカの方が期待できそうですね。そしてこれが決勝点になりました。彩香が直接前へ出て、あやかがいつの間にか前に出てましたよね。そして後半戦に7個、ここすごいですね。ユーナこれは決められませんでした。そして相手に反則が目立ってまいります。これもったいないですね。7個は7個、これ直接いきます。なかなかの勢い、これ怖いですね。また7個、もったいない。これは逆にピンチを与えてしまいます。7個が続きます。さあ、7個。このまま持っていけばいいんですが、ちょっと焦ったか。なんかファールを奪うのも、手かもしれない。気を引け。ちょっと危なかったんですが、これは、にくかった。そして最後のチャンス。誰も上がっていけなかったのが、響いたかな。はい、くるみなしで、勝利を奪うことができました。ま
まあ、いろいろ課題もいただきましたんで、実りある試合になったんじゃないかなと思います。これで3位のままですが、首位とは、勝ち点4差ですね。貯金は6です。さあ、残留決定です。さあ、これで次が2位の富山ミラージロ。休めてるメンバーも出させて、いい勝負がしたいと思います。これがゴールアシストランキングです。はい、というわけで、カルチョビットアーの動画をお送りいたしました。ゲーム動画で行こうではチャンネル登録者数を増やしたいと考えております。まだ登録されていらっしゃらない方、ぜひ、この動画のタイトル欄の右にあるチャンネルボタンを押して登録をお願いいたします。また高評価、コメント、SNS など拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見に来てください。この動画の最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間がありましたらそちらを見に行っていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。